インテリアマガジンのケントです。今回は2023年最新版のデザインがすごいインテリアブランド16選についてお話しします。今日は日本人にはあまり知られてはいないけれど、特に海外での評価が高い最新のモダンインテリアブランドだけを16個厳選しました。中にはメイドインジャパンのものもありますが、どれもワールドワイドに活躍するデザイン性が圧倒的に高いものばかりで、歴史も比較的浅くて最新トレンドのものが多いので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。公式 LINE もやっています。 LINE 限定のインテリアコンテンツを配信しているので、概要欄にあるリンクからぜひ友達登録をお願いします。早速第16位から。第16位はエレクトラックス。エレクトラックスは北欧のスウェーデンを本社に置く家電業界のグローバルリーディングカンパニーです。100年前に電気掃除機を発売して以来、常に時代をリードする革新的な製品を提供しています。エレクトラックスはスウェーデン発の北欧ならではの洗練されたシンプルなデザインとインテリアに馴染む色合いに加えて、環境に配慮された高い機能性を併せ持った製品を展開し、デザイン性と機能性の両立から北欧だけではなく世界中の人々に愛されている家電ブランドの一つです。代表作はこちらの空気清浄機ピュア A92 です。空気清浄機ではなかなか見ない五角形のフォルムがユニークなアイテムです。五角形なので360度部屋の隅々まで空気を浄化してくれるのと、最大43畳の部屋にも対応できる機能性が魅力的です。何よりもこのウォルナットベージュのアースカラーが魅力的で、落ち着いた色合いで自宅だけではなくオフィスやホテルの客室でも導入できそうなデザイン性の高さです。レザー調のハンドルがついているのもいいアクセントになっています。続いて第15位、クンダリーニ。こちらは25年前にイタリアで設立されたインテリアブランドで、老舗ブランドが多い照明ブランドの中では比較的歴史が浅く新しいです。代表的なアイテムであるこの櫛シリーズは、その名前の通り日本の櫛からインスピレーションを受けてデザインされた日本でも馴染みのあるユニークなペンダントライトです。櫛というモチーフにあるようにゴールドでできた真鍮の櫛とリンゴのような形状でできたシェードのとてもシンプルなデザインです。実際この真鍮の櫛がとてもインテリアのアクセントとして効いていて、シェードはシンプルなホワイトなのでそれぞれがより引き立っています。モチーフは日本ですがモダンに仕上げられているので洋風のインテリアに合うと思います。海外のインテリアブランドは日本の禅文化や和のモチーフからインスピレーションを受けているものが多くて、それらを海外の視点によってモダンに仕上げた、実は日本人でも親しみやすいアイテムが多いです。続いて第14位、ステルトン。ステルトンは北欧発のブランドですが、各国で高い評価を受けているデザイン製品は、最近ではニューヨーク近代美術館をはじめとして世界中の美術館や博物館にも収蔵されているアート性も高い製品が揃っています。近年では若手デザイナーを積極的に活用しながら、北欧ベースに現代の生活に合わせた新しい製品を発表するなど進化を続けています。バキュームジャグシリーズは昔ながらのレトロなスタイルを守りながら、それにスチールと取っ手のブナ材といった新しい組み合わせを融合したステルトンの代表ラインです。デンマークならではの北欧のカラーリングをベースに取っ手の湾曲した木製がとてもユニークです。続いて第13位、モヘイム。モヘイムはミニマリズムを極めたデザインとカラー、そしてシンプルながらも機能的な構造によって世界で評価を受けるプロダクトブランドです。特に2011年イタリアの家具の祭典であるミラノサロンで発表されたスイングビンと名付けられたゴミ箱は世界一美しいゴミ箱と評価され、一躍有名になったモヘイムの代表的なアイテムでもあります。ブランドのコンセプトにもあるようにシンプルであることだけを限界まで追求して作り出されたゴミ箱は、竹材をスパッと斜めに切り落としたようなフォルムが彫刻的に美しいです。単純で明快な構造ではありますが、蓋はすっと持ち上げるだけで本体から外すことができて、本体に乗せるだけで元に戻ります。見た目の美しさだけではなく
中のゴミも捨てやすいという機能的なメリットも備わっています。メイドインジャパンではありますが、世界でも高い評価を受けるプロダクトブランドの一つです。続いて第12位、ムーベ。ムーベは2015年に発足したコペンハーゲン発のデザインスタジオです。ミニマルでシンプルなデザインが多くて、すっきりとした印象を与えるアイテムが多いですね。代表作はウォールミラー。こちらは実は日本のセレクトショップでも置かれていることが多いハイセンスな鏡です。本質的な要素だけは残したシンプルなデザインで、どんなシーンにも溶け込みます。軽量のゴールドのワイヤーのみで支えるシンプルな構造ですが、フレームがついていないので、そのワンポイントが鏡のいいアクセントになっています。続いてセラミックペンダントライト。こちらも同じく一切の無駄をそぎ落としたコードとシェードだけのシンプルな構成です。素焼きのセラミックのシェードのテクスチャーが印象的で、テラコッタやオリーブなど深みのあるアースカラーに落ち着きと高級感を感じますね。続いて第11位、スタドラーフォーム。スタドラーフォームはスイスを拠点に置く家電ブランドです。欧州の家電ブランドはなかなか聞かないですが、オランダは風車が有名な空気の国で、空気清浄機のブランドが有名で、フィンランドなどの上の地方は気温からもファンヒーターなどが多くて、何かと空気にまつわるアイテムが多い印象です。このブランドも同じく扇風機やサーキュレーター、加湿器などのエアコンディショニングアイテムをより北欧っぽい明るめなナチュラルカラーで仕上げたデザイン性の高い家具が多いです。代表作はこのサイモン 3D サーキュレーター。インテリアの象徴的な存在であるデザインランプをモチーフにデザインされたサーキュレーターです。家電にしては珍しく、ファブリックが表面に使われていてメカニックな感じで、インテリアから浮いてしまいがちな家電の中で、他の家具と一緒にインテリアに馴染むアイテムですね。デザイン性の高さだけではなく、10メートル先にまで風を届ける機能性の高さも併せ持っています。続いて第10位、シンプルヒューマン。シンプルヒューマンは2000年にアメリカカリフォルニアで創業したハウスメーカーで、ご存知の方も多いと思います。日々の暮らしをもっと快適にすることを目的に、革新的なアイディアと最新のテクノロジーを駆使した日常のさまざまなアイテムをデザインしています。シンプルヒューマンの中でもアメリカ国内でトップシェアを誇るダストボックスのシリーズが有名で、洗練されたデザインと機能性を兼ね備えていて、そのクオリティの高さから5つ星ホテルでも導入実績があります。そんなシンプルヒューマンの代表作の一つがセミラウンドセンサーダストボックス。センサー機能で蓋が自動開閉するのは当然大事ですが、何よりのポイントは半円のセミラウンド形状で、一般的なラウンド状のダストボックスに比べて場所を取らずに壁やキッチンの側面に寄せるなど、スペースを効率化できるところがいいです。シンプルヒューマンは全アイテムを共通して美しいスチールの光沢感が目を引きます。続いて充電式ソープディスペンサー。こちらもシンプルヒューマンを代表する水回りアイテムの一つで、手をかざすだけで自動でソープが出てくる便利なディスペンサーです。シンプルでスタイリッシュなデザインがインテリアに馴染み、キッチンや洗面所の印象に高級感がプラスされ、ホテルのような洗練された空間を演出します。どんなスタイルにも馴染むシンプルなデザインと圧倒的に高い機能性で、ディスペンサー選びに迷ったら購入を検討したい定番アイテムになります。続いて第9位、ホルムガード。ホルムガードはデンマークで1825年に創業した伝統と歴史のあるデンマーク王室御用達のガラスブランドです。熟練の職人による吹きガラス製法のクオリティの高さが目を引きます。歴史は深いですが、近年では若手のデザイナーとも積極的にコラボレーションして、よりモダンで自宅に取り入れやすいプロダクトシリーズも取り揃えています。代表作はデザインウィズライト。こちらはボトルからインスピレーションを受けた可愛いフォルムとレザーのキャリーストラップが特徴のキャンドルランタンです。ストラップがついているので、インドアでもアウトドアでも季節や場所を問わずにキャンドルの明かりで空間を演出できます。さらにカラーバリエーションが良くて、クリアだけではなく
グリーンやスモークは深みのある色で、キャンドルの暖色の光をより引き立てるいい演出になっています。キャンドルの匂いをうまく逃がすラウンド状のこの空洞もボトルのランタンのいいアクセントになっています。続いてはプリムラオーバルベース。柔らかな曲線はまさに吹きガラスだからこそ出せるシルエットですが、そこにストライプのパターンが入ったエレガントな印象のフラワーベースです。ホルムガードは全アイテムを通してガラスのカラーが素晴らしく、ビビットな配色よりも深みのあるグレーやグリーン、アンバーなど落ち着きと品のある色が使われているのもポイントです。続いて第8位はマレリファブリケン。マレリファブリケンは2000年からデンマークを拠点にオリジナルの絵画を提供するアートブランドです。オイルペイント、ポスター、フォトプリント、多様な手法で高品質のモダンアートをクオリティの高さからは想像できないような手頃な価格で購入できるブランドです。 IKEA や奏で物などインテリアに馴染む質のいいアートはありますが、こちらは同じ価格帯にもかかわらずよりアート性が強く、自然の景色を独自の手法によって再解釈した色合い、美しさがより際立つものが多い印象です。続いて第7位、石巻工房。石巻工房は東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県の石巻市で生まれたブランドです。半世紀以上にわたる木製家具作りを通して仮木が培ってきた素材としての木材の魅力を最大限に引き出す力によって DIY の可能性を広げる家具ブランドになります。代表作は AA スツール。横から見るとアルファベットの A にも見えるこのシンプルなスツールは石巻工房のために考えられたデッキ材だけでできています。2つ重ね合わせて一体になっているのでコンパクトでスペースを取らないですが、当然単体でも使えます。芯に合わせて重ね合わせたりバラしたり、使う人の余白を残した想像が広がる小さなスツールです。何よりもこの色合いがとても美しくて、実用的なスツールとして使うだけではなく、石巻工房ならではの木材の質感とカラーを生かしたインテリアのアクセントとしても目立つアイテムです。続いて第6位、ニットウィット。こちらは1950年に創業されたデンマークの照明ブランドです。デンマークは家具の国で有名ですが、デザイン性の高い照明は特に圧倒的にデンマーク発が多い印象です。製品のすべては地元の職人によって丁寧に作られ、北欧の伝統技術とカラーリングからインスピレーションを受けた北欧スタイルをよりモダンにした照明を揃えています。すべてハンドメイドのため職人技術ならではのぬくもりも感じます。代表作であるニットウィットシリーズはその名前の通りニット素材が使われたユニークな照明です。シェードは一般的にガラスやスチールなどの冷たくて硬い素材を使いますが、シェードでニットを使っているブランドはあまり見たことがないですよね。なのでシェードは柔らかさを感じる生地でできていて、冷たいペンダントライトには出せないぬくもりと、編み物だからこそ出せるカラーバリエーションがあります。ニットビットは10色の豊富なカラーバリエーションがあって、北欧ベースにピンクやブルー、コラールなど主張が強すぎないアースカラーの明るい雰囲気がとても魅力的です。続いて第5位、ヴィンセント・シェパード。ヴィンセント・シェパードはワイヤーにクラフトペーパーを巻いた素材で編む伝統技法を取り入れた独自の家具を発表するベルギーを代表するインテリアブランドです。編み込まれた目の細いラタンが特徴で、高級感を感じるのに軽やかなイメージも併せ持つ家具が多いです。代表作はウィッグドラウンジチェア。細かく編み込まれたラタンに対してブラックのアルミフレームの対比が美しいラウンジチェアです。背もたれとアームが一体化したラタンは体を包み込むような優しさやリラックス感がありますが、ラタンの軽さもあり、アウトドアやリゾートホテルのような涼しげなイメージにもマッチする軽やかさと重厚感を同時に備えたデザインです。ループソファ、こちらもおすすめです。丸みを帯びたフレームに対してウィッカーのスリットが優しく体にフィットする風通しがいいデザインです。軽量なのでアウトドアでの使用が推奨されますが、耐久性にも優れていて高級感もあるので、寝室に置くラウンジチェアとしても当然使えます。続いて第4位、
レジデント。レジデントは2011年にニュージーランドで設立された新素材や最先端技術を取り込んだモダンなインテリアブランドです。インテリアはデンマークやフィンランドなどの北欧やベルギー、イタリア、スペインなどの欧州がメインの中で、ニュージーランドは珍しいです。このブランドの代表作はブルームシリーズ。シェードガラスの楕円形はランタンからインスピレーションを得てデザインされています。独特なシェードのフロストガラスを通してそこから透過される光源がまるで焚き火の炎のような自然で淡い感じを演出しています。ホワイトとブラックの2カラーですが、個人的にはブラックの方が好きです。シェードが暗い方がフロストガラスを通した光がより淡く、かつブラックとオレンジの暖色とのコントラストでより美しく見えると思います。このラインでペンダントライトから足の長いフロアライト、テーブルランプまで全て揃うので、さまざまなシーンで使えるし、レストランやカフェなど公共施設での導入事例もあります。続いて第3位はブロッキス。200年以上続く吹きガラスの伝統技術を継承するチェコの老舗ガラス工場が新進気鋭のデザイナーを迎え、その技術を照明に落とし込んだ2009年創業のヨーロッパでも注目度が高い照明ブランドになります。他の照明ブランドにはない魅力は、何といっても吹きガラスを利用した独特な形状と光沢感を持つシェードになります。代表作は泡。こちらは見てわかる通りシェードのガラスの美しさが一瞬で伝わってきますね。本来ガラスのシェードは光源を無駄に発光させてしまったり、不必要に拡散させてしまったりとネガティブな要素もあるんですが、こちらは透過性の高いガラスの美しさと光源の光の強さとの相性が抜群です。まるで泡のように膨らんだ曲線美が美しいガラスのシェードは、まさに吹きガラスの熟練した技術によってなせる技だと思います。続いてはマフィン。こちらも同じくガラスの美しさと、その名前の通りマフィンのように広がったシェードが魅力的なテーブルランプです。サイズは大中小選べて、ベースのウォルナットとガラスとの相性も抜群ですが、ややスモーキーなガラスがまた光源の光の強さをより淡く演出してくれます。続いて第2位、平田源コレクション。平田源コレクションはクラシックなデンマークと日本のデザインを融合した土地の持つスタイルがうまくミックスされたモダンなブランドです。古くから伝わる確かな職人技術と最先端の機械技術が組み合わさり、伝統と現代文化をデザインに落とし込んだ素晴らしいインテリアブランドです。北欧系のデンマークと和風の日本がミックスされているので、カラーリングやデザインに北欧系が落とし込まれていますが、雰囲気には日本っぽさも感じるので、モダンやジャパンディなど日本人でも取り入れやすい親しみやすさも感じます。代表作は GSC02。 滑らかな質感の木のフレームにアームから背もたれを積み込んだブラウンのファブリックの組み合わせが特徴のミディアムハイバックソファーです。背もたれの高さがそのまま印象的なデザインにもなっていて、視界や音を程よく遮りながら周囲との空間とのつながりも保てるリラックス感のある家具です。色合いがとにかく美しく、控えめなアースカラーなのに他の家具を飲み込んでしまうような高級感を感じます。最後、第1位、マルニ木工の広島。1928年以来、工芸の工業化をモットーに木を知り尽くした圧倒的な職人技術によって工芸の美しさを残しつつ、機械加工も進めた機能美が美しい最強の国産ブランドになります。2008年には世界で活躍するプロダクトデザイナー深澤直人さんとともに広島という独自のブランドを発表して、その代表作はなんとアップルの本社であるアップルパークで数千客採用されました。メイドインジャパンではありますが、日本を問わずに世界を股にかけて活躍するワールドワイドなインテリアブランドです。広島の発足以降は世界的なデザイナージャスパー・モリソンもチームに加わって、日本を超えた領域で活動を広げています。広島の代表作といえば何といっても広島アームチェア。こちらがアップル本社に導入されたダイニングチェアです。写真を見たら一目でわかるように、ナチュラルで滑らかな木の肌触りと光沢感が圧倒的に美しく、余計な装飾のない機能美にあふれたデザイン、
そして何より背からアームにかけての緩やかなカーブが美しい。誰もが見てそのクオリティに納得できる最高の椅子です。他にもタコラウンドテーブル、こちらも広島特有の緩やかなカーブが美しいダイニングテーブルです。広島の家具で共通しているのは特殊な加工技術が目立つ美しい表面処理と、足から天板、背もたれやアームまでがまるで一体化したかのようにつながった美しい曲線です。全てのアイテムが機能美にあふれたデザインで、長く愛され続けるメイドインジャパンの最強ブランドが丸二木工の広島シリーズです。はい、以上が2023年最新版のデザインがすごいインテリアブランド16選でした。今日の話は以上になります。このチャンネルでは憧れの暮らしを自宅で再現するインテリアのコツを毎週配信しているので、ぜひチャンネル登録といいねもお願いします。公式 LINE もやっています。 LINE 限定のインテリアコンテンツを配信しているので、概要欄にあるリンクからぜひ友達登録お願いします。動画にしてほしいインテリアコンテンツはぜひコメント欄にまでコメントをお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。